フィウマレッラの高架橋、フィウマレッラ鉄道事故とは、1961年12月23日に、イタリアカタンザーロ付近を通る、コゼンツァカタンザーロ鉄道で発生した、イタリアの鉄道史上最悪の事故の一つである。この事故で71人が死亡した。事故にあった列車は、カタンザーロ行きの列車で、動力車のブレーダ製、M2.123 と付随車のブレーダ製、 RA1006 で編成されていた。ソベリーやマンネッリの駅を6時43分に出発してから約1時間後にフィルマレッラにかかるカーブした高架橋を通過中に事故が発生した。トラムタイプの連結機の破損により付随車が脱線し、約40メートル下方の川に転落した。付随車には99人が乗っていたが、そのうち71人が死亡し28名が、 重軽傷を負った。この事故は、激しい議会議論を引き起こした。その議論により、イタリア政府は、メデーテレーニアンカーラブロルカニに対して、同社の路線を運行する認可を取り消し、カーラブロルカニ鉄道の政府管理委員会により、設立されて同社により運行が再開された。その間、鉄道輸送は、数年間途絶え、その間、ソベリーアマンネリカタンザーロ間は、 自動車輸送に置き換えられた。犠牲者の大半の出身地であったデコルダトゥーラでは、犠牲者を追悼して、記念碑が混流された。ノートイースキードスー FCL この記事は、イタリア語版記事の翻訳に基づいて作成された、英語版記事を翻訳したものです。